義道名は中華民国の政治家、外交官。字は白里氏。妻は低育集。1925年にパリ大学で法学博士を取得後、帰国して上海で弁護士となったが、しばらくして中国国民党の活動に関わり始めた。1927年、司法部秘書長に就任。後に司法部が 司法行政部に改祖解明を行った際に29歳で初の部長となる。1930年に南京特別支支長に1937年に行政院秘書長に就任した。1941年の暮れ、義同盟は行政院秘書長から中仏大使を任命される。さらに翌年には古敵と交代で中米大使となった。 この中米大使の期間中、義は中国の国際外交における地位の改善に力を注いだ。1943年、義同盟は中米大使として条約改正に臨み、アメリカとの不平等条約の廃止に調印し、中国が100年にわたって受けてきた不平等条約の圧迫と束縛を撤廃した。戦後の1946年には、 立法院副委員長に就任する。義道盟別陰1947年、台湾では228事件が発生し、時の台湾省行政長官である陳義が免職され、4月22日には行政長官の職が廃止され、台湾省政府に改組されることとなり、義道盟が初代の台湾省主席に任命された。台湾に到着した義道盟は、省政府のもとに、 民政、財政、建設、教育の4庁を設置し、13の省府委員を組織した。不妊後わずか7日後に発表された13人の省政府委員の中には、台湾籍の人間が過半数の7人を占め、その中には、台湾一の博士である、と年明や林剣道も含まれていたため、緊迫していた台湾の情勢はいくらか和らぐこととなった。 5月16日、初の台湾少々政会議を行い、その会議の中で、これからは最大限の努力をもって、台湾の幸福を考えていくだけだと発言している。義道明は不妊後、直ちに戒厳令を取り消し、228事件後の農村捜査を終わらせ、交通管制を解くなど、台湾の情勢を回復させた。さらに戦後の台湾における、 再建の整理を加速させ、戦争で破壊された台南講師病の回収や、台湾と中国大陸との結びつきの強化を図った。戦後の台湾の地位主権問題に関しては、当時の台湾独立運動やアメリカの一部のものと意見が異なっていた。 外交的なバックグラウンドをもつぎ同盟は1947年12月28日記者会見を行い厳しい言葉で台湾は古来から中国の固有の領土ですでに中国に回帰している。しかし一部の陰謀を企む者たちが台湾を中国から再分裂させようとしている。中国政府と中国の人民は決してこれを認めない。 もし少数の者たちがあえて天下の大悪事を行おうとするのならば、600万人の台湾人民と4億の中国大陸の人民は中国の領土を無傷に維持するために血を流す犠牲を厭わないだろうと、台湾独立はデタラメな主張であると強く非難した。百四十七年十一月、台湾省は中華民国第一回立法員選挙と、 国民大会代表選挙を行った。翌1948年には台湾のスポーツ選手たちから台湾省代表チームを編成し、上海で行われた中華民国第6回全国運動会に参加させた。台湾の人々に選挙を通じて中国の政治に参加させたりするなどして中国の人民の主権を行使させた。義同名は 台湾省政府で1年7ヶ月の間任務につき、1948年末に職を辞してアメリカに渡った。これはこの頃の中国大陸での情勢と関係している。紹介席の副審である陳世が公認の台湾省主席となり、1949年1月5日に交代した。アメリカに定住した後の1954年、中華民国。 第2回総統選挙が行われる際、交渉期が副総統選挙に立候補したいと考え、義同盟は委託を受けて台湾に帰国し、情勢を調査しようとした。しかし、小渓国と鎮政から強く拒否され、義同盟はついに台湾を離れてアメリカに戻った。1959年に外交部顧問となり、1964年には、 中日大使に任せられる。2年後に帰国して、陳正官に代わって外交部長に就任した。外交部長の任期中は、自ら毎年ニューヨークの国連本部に赴き、いわゆる国連代表権の維持のために奮戦した。1971年に外交部長を、自主相当不姿勢に転じる。1978年5月18日、台北で死去。 去年78、ありがとうございます。